光はどこを指しているの？星がささやく。フィジェストさん、こんにちは。こんにちは。この間、ビットコイン女子会の話をちょっと、はい、お伺いしましたけども、はい、どうですか？もう会は？あ、会ね、あれ18日です。毎月18日なんで、10月は18日木曜日。ああ、じゃあまだです。小江戸川越で、はい、やらせていただきますんで、もしよかったらぜひ。はいはい。女子会に僕もいいんですか？ね、特別スポンサーとして、スポンサー枠設けますので、ぜひいらしてください。女子会に乱入ですか？わかりました。なんか、ビットコイン女子会というよりも、はい、僕はあんまりビットコインのことはよく分かってないんですけども、はい、今なんか、藤枝さんがこうちょっと美味しい話というか、まあそうですね、あんまりね、社交心煽るようなことは、はい、この番組ではね、はい、控えたいと思うんですけども、はいはい、ただ前回、はい、出させてもらって、はいはい、すごく結構周りの人間も、はいはい、まあ盛り上がったのでですね、はいはい、まあ、もうちょっとこう掘り下げてお話しさせていただいたらいいかなと思うんですけど、はいはいはい、まあ、まずビットコインって何かっていうところまではどうですかね、はい、皆さんなんとなく分かっていただくことはできそう、できますか？いやー、まあちょっとおっかないっていうのが一つと、おっかないね、はい、まあ金取られてるんじゃないかと。ああ、そうです。またネット上なんでいつの間にか盗まれちゃう可能性もあって、それを取り返しつかないとかね。なるほどですね。よく考えますけどね。まあその懸念というのは当然だと思うんですよね、うんうん、まあ、タンス預金にできない、うん、自分の懐の中に入れて、はいはい、ね、虎の子みたいにここを守っておくことができないものですから、うんうん、そのご心配ごもっともだと思うんですけれども、うんうん、ただ前回お伝えしたかったのは、うんうん、もうこの新通貨時代の中で、うんうん、クリプトカレンシーと言われる、うん、その暗号、うん、そのデジタルでですね、うんうん、まあ、現金を持たないキャッシュレスの生活というのは始まっているというところをお話しさせていただいたと思うんですけども、盗むだけの価値があるっていうこと、これは少なくとも今香川さんのことを、まあ逆の立場って言ったらあれですけど、まあいい人に対して悪い人になるというのは難しいんですけれども、ただ盗む側はそれだけ思いを込めて盗んでいくんだから価値があるってことを分かってもらいたいですね。まあそうですよね。それが伝わったら次は、まあ、まず自分で手に入れることを試してもらいたいですね。はいはいはい、うん、で、それこの前お話しさせていただいたと思うんですよ、うん、手に入れ方ね、うん、で、今度はじゃあもう一回おさらいなんですけども、うん、単純に買うことができます、うん、それは分かったと思うんですね、はいはい、で、買うっていう表現をしたのは何でかっていうと、うん、まあ、自分たちが持っている法定通貨を使って仮想通貨に交換するっていうアクションを、日本の国内に関しては商品という扱いなので購入ということで手に入れることができる。ただ手に入れるって言ってもこうお魚みたいにこう持って帰ることはできないで、やっぱりデジタルのウォレットに入れる必要があるんですね。もしくは USB みたいな感じで持ち運べる記録媒体をご自身で使って、昔でいうフロッピーですね、そういったものの、うん、もうもっと、まあ、フロッピーというか、うん、要するにそのいっぱいデータが入るもので、うん、ウォレットを、うん、自分で持ち歩くことができます、うん、じゃあここからの話なんですけれども、うん、他にも、うん、ビットコインを手に入れる方法があるんです、うん、おー、いや全然見当つかないですけど、ですよね、うん、まあ、例えば、うん、これはまあ、眉唾ってあれなんですけれども、うん、なかなか難しいんですけど、うん、何かアフリエイトに参加して抽選で当てるという方法、うん、でもこれは本当に自分が当たるかどうかっていうのは分からない、ね、いや能動的じゃないですよね、うん、自動的ですよ ね、 そうですね、はい、であとはその何かのキャンペーンに応募して、うん、もらうっていうこともありです、うん、あとは新しく ICO ってみんな株みたいに上がるよ、うん、上がるよってなるんですけど、ただでくれる場合もあるんですよ。おお、じゃあでもそれは何株か持ってるっていう話でしょ、うん、最初にもう拡張したいから、うん、クリプトカレンシーを企画する側としては、うん、流通量が高くなると市場価値が上がる、うん、市場価値が上がると価格が上がるっていうことなんで、うんうん、たくさんですよ、ばらまいてもいいわけですよ、うん、だってもう最初の元手がただですかね、自分とかで作ってるわけだ。そういうことです。だけど要するに自分のところで基本的に、例えばビットコインかよくわかんないけど、そういうの持ってて、お宅のコイン持ってるからちょうだいようになるわけでしょ。
うん、違う、本当に単純にばらまくところがあるんです。え、全然もう何もなくても、何もなくてもただくださいって言ったらくれるんですか、うん、このカードをかざしてくださいとか、うん、それだけで、まあ今は価値がないけれども、うん、そのうち頑張るんでっていうところ、うん、資金力があるところはそういうことします、うん、へえ、じゃあもうもしかしたらすごい美味しい話になるかもしれない、ね、だからアンテナを立てておく必要があるし、うん、情報源を正しく見極めておくことが必要なんです、うんうん、まあゴミ通貨もらってもしょうがないけど、そうです ね。でもゴミ通貨でも、うん、まあ要するに交換価値があれば、うんうん、何か金目の通貨に変えることができるんですよね。まあそれはそれで化けたらすごいですよね。そうそうそう、そういうことです、はい、まあそういうのもあるし、うん、あとはハードフォークって言って、うん、これは香川さんがさっきおっしゃってたことだと思うんですけど、うんうん、あるメインのメジャーコインがあって、うんうん、それを持ってることによって、うん、おこぼれがもらえる、はいはい、このそのコインに関わる別の行為をやるからその隠しをするとかいうわけでしょ。そうですそうです、うん、それで基本的にそのコインの持ってる数の何パーセントが上げるとか、そうですそうです、そういうことです、そうです、だから、うん、そのコインの価値は一時的に上がるし、うん、そこから派生したコインっていうのが、うんうん、自分のものになったら悪い話じゃないですか、ね、うんうん、それは美味しいですよね。それをいただけるっていうパターンですね、うんうん、あとはまあここまでは最初に入手するっていう方法なんですけども、うんうん、次に増やすということを考えてもらいたいですね、うんうん、はい、でそれも全部ウォレットの中で、ね、やることもできるんですけれども、うんうん、私は特に注目しているのが2つあって、うんうん、それは私がもともと法定通貨でもやってる FX、うんうんうん、まあ一つですね、うん、ただこれはちょっとややこしいし、うん、訓練が必要ですので、うんうん、ここではまあ、ちょっと触れないでおります、うんうん、でもう一つ確実性の高いものでアービトラージっていうものがあるんですよ。うん、何ですか？聞いたことあります？いやいや、よくわかんない。アービトラージってなんかサウナージじゃん。なんかね、どっかの国のある宗教の法典みたいなね。なんかアービトラージ法典、ね、エスニックな感じが。なんかアラブの王様がなんか持ってる秘宝みたいなところもあるかもしれない。でもいいフレーズかもしれないです。もしかしたら秘宝になる手法かもしれない。ああ、なるほど、はいはい。まあ、どういうことかっていうとですね、うんうん、まあ市場っていうのは確かにあるんですよね、うんうん、今これだけ仮想通貨を、うん、決済手段として使ってるマーケットが出来上がってますし、皆さんもそこに抵抗がなくなりつつあるので、うんうん、交換価値っていうものに対して相場っていうのが生まれてます、うんうんうん、で、まあ、ここがこれ何度言ってもわからない人にはわからないんですけども、うんうん、株とかやってる人はですね話が早いんですけど、うんうん、やっぱり FX も、うん、道元じゃないですよ、道元じゃないんですけど、うん、取引所を経由して交換してるっていう現状があるんですね、うんうんうん、まあ、他には相対って言って、うん、香川さんが、はい、よくわかんないけど、うん、100万円あげるから、うん、お前の持ってるビットコインちょうだいっていうのは相対取引って言って直接なんですけど、一般の方はそんなに言われてもすぐ用意できなかったり、うん、確実にその人に送金するっていうことができないんで、うんうんうん、取引所を経由して取引するっていうことになってます、うん、じゃあその取引所は何をしてるかなんですけれども、うんうん、株式の証券会社も自分が鑑賞の証券会社にさせてもらって上場した株を持ってます、うんうんうん、だから自分が持ってるところを優先的にお客様には買ってもらいます、うんうん、時には売りつけます、うん、で実は FX の取引所もそういう、こう仕組みがありまして、うんうん、自分のところでマイニングって言って、うん、掘って増やしてる、ちょっと話が一つずれますけれども、うん、自分で入手する方法の中で、うん、マイニングっていうのも実はあって掘り当てるんですけど、これでも素人のやることじゃないですよね、うんうん、もう採掘するっていう意味なんですけど、なかなかその作業って仮想通貨を採掘するってどう、ね、仮想通貨の埋まってるところを掘るんですか。もうちょっと全然イメージつかないと思うんですけど、ね、ですね、それはもうこの世の中にデジタル上なんですけれども、うんうんうん、もう暗号ですから、うん、その暗号の仕組みを掘り当てるっていうことで、うん、スーパーコンピューターがウィンウィンすごい熱と電気を使って、うん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 、もう探し当てるんですよ、うん、でそれがマイニングって作業なんですけど、うん、自分のところでマイニングしてるコインについては、うん、無尽蔵ではないですけど、うん、皆様から集めたもの以上に自由に取引できるじゃないですか、うん、ただ
やっぱりマイニングっていうのも、毎回安定して掘り当てることはできないんで、あ、そうなんですか。そうなんです。毎日、例えば1リットルとか、1デシリットルとか、1メートルとかっていう単位で入ってくるものではないんですよ。その日によってうまくこうヒットしなかったら、鉱脈が当たらないと、自分のものにはならないんですね。じゃあ何、空回しになっちゃうんですか、まあ、空回しになることはないですけど、その機械の性能とか、その時に例えば電気が止まっちゃったりしたら、ゼロですね、っていうこともあり得るということです。で、ここから話をするアービトラージっていうのが面白くて、まあ、銀行間の取引っていうところでもあるのが為替なんですよね。同じ国の銀行でも両替、まあ空港行って両替しようとした時によく見るじゃないですか。レートっていうのが違いますよね。はいはい、レートっていうのはその貨幣に対する価値なんです。その貨幣を仮想通貨に置き換えただけなんですよ。だから同じビットコイン、メジャーコインでいうとビットコインっていうのがあるんですけれども、そのビットコインっていうのが自分のまあ、メインにしてる取引所と、これから作ろうと思ってる取引所っていうところのレート見たら違うってことがあって当然なんです。まあそうよね。だからアメリカ取引所とか日本の取引所って株でも違うんでしょ？おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。で、その全くその通りでございまして、で、その取引所の交換価値が違うっていうことでピンときた人は、まあお察しがいいっていうところなんですけども、要は、買うお金を現金をどこに入れるかっていうのはすごく大事じゃないですか。だけどいくらで買うかっていうところによって安く売って高く売りたいですよね。そりゃそうですよね。それが一番基本ですし、簡単だから、で安く買ってっていうところを真面目な人とか、まあ一直線の人っていうのは同じその取引所が、取引所のビットコインを見てていつまでも相場を見てるんですよ。なるほど。わかります、相場はチャートっていうのがあってこう、波ですよね。こう、波になってるわけですよ。波っていうのはいつか谷があって山があるんですけれども、それをいつかいつかっていうのを待ってるんですよ。でもそれよりももっと能動的に動くと、取引所によって価格が違うんだから、待たなくてよくなるんですよ。つまり安い取引所を見つけることができれば、安いところでコインを買う、で自分の口座と自分の口座を違う取引所の中で移動させて、より高く売ってくれるところでそのコインを売る、つまりその取引所を経由しないで自分のコインを取引所に登録してる、やっぱり別の自分のコインの財布の中に入れるんですか。取引所を経由しないっていうことは今のお話の中ではなくて、取引所は2つ以上少なくともあります、今の話だと、自分が買った取引所があります、ただその買った取引所で売ってしまったら、儲からないんですね、今の話だとね。で、儲けるためには自分の取引所で、それこそ、まあ例えば1ビット買ったとしますよね、で、それはコインチェックだったとしますよね、コインチェックさんだとしましょう。ところがその海外のなんとかコインとかコインのところで、また自分のウォレットがあるわけですよ。そうです、そこに作っておく必要があります、入れとくんですよね、移動するわけですね、で、そこから契約してるから、そこの取引所に、はい、売ったってやるわけですか。そこで売ってもらうわけですね、はい、例えばイギリスのなんとかコインとかいうところで、はい、売ったってやって、イギリスのレートで買う、あ、お金を得るわけですね。おっしゃったですね、で、それが最もシンプルなアービトラージなんですけれども、もうここで私が皆さんに、これちょっと上級なんですね、だからいきなり分からなくても気にしないでください、そういうことやってる人がいて儲けてるんだなって、だからあいつらいい服着ていいものを食ってんだなっていうところがそこなんですけど、今のだとすごくシンプルですね。ビットコインっていうものがあって、まあ、まず一つ進んでるのは、単純に相場じゃなくて取引所を動かすことによって、そのレートを自分で選んで換金をしましたよね。ただそこにあるのは日本円ビットコイン移してビットコイン日本円っていうことで、最初の日本円と出した日本円が、出した方が上回ってるっていうお話でしたね。それつまり1ビット売っても10円でも20円でも分かんないけど、100円でも1000円でも多い方が得に決まってるわけですから、自分があの貯金通帳、ゆうちょで持ってるのと三菱銀行で持ってたとして、で、三菱銀行の方は利子じゃなくて、外貨ですから、売ったら、
そっちの方が高かったさ、三菱銀行でやりますよね。それがただその外国のとかそういう感じで、まあ日本の国内でもそうでしょうけどってことですよね。そういうことです。うん、でそれだとでもまあまあしか出ないんです。うん、だけどそれでもなんとなく稼げるっていうのは、うん、お察しの言い方だったらわかると思うんですよ。うん、確かに今おっしゃったように銀行間であっても、うん、都市銀行であってもレートっていうのは違いますから、うん、なるほどそういうこともあるかもねっていうイメージはつくと思うんです。ただこっからがアウトライズの醍醐味でして、うん、取引所によってはですね、うん、まずそのビットコインっていう形で例えばっていう話出ましたけれども、うん、1ビットコインを買いました日本円でね、うんうん、でその1ビットコインを日本円にしなくちゃいけないなんてルールはないんです。そりゃそうですよね、うん、ビットコインを元にして違うコインを買うこともできるんです。イーサリアムかとかおっしゃってます、はいはい、でそこでまた複雑になってくるわけですよ、うんうん、だからそれは人間の技ではないです。本当にコンピューターがバーッと出してて、うん、この取引所だったら今このイーサリアムはいくらいくらですよ、それに対してビットコインはいくらいくらですよ、うん、ってことで自分がいくらで買ったかっていうことに対してその時に損得を計算して、うん、じゃあこのビットコインをイーサリアムに、じゃあこのビットコインをリップルに、でそのビットコインをまたその次の取引所によってビットコインに変えて日本円にしましょうと。そうすると2倍3倍っていう、えそんなこと、2倍3倍にはまあ滅多ならないですけれども、うんうん、まあ 20% 30% ぐらいの利益が一瞬にして出るんですよ。例えば100万円ビットコイン持ってたとしますよね、はい、それで 20% したら20万円30万円ですか。そうです、そんななっちゃうの。そうです、そうです、だからアビトラージュをおすすめなんです、うん、ただ、うん、それも相場が動いてる中ですし、うん、取引所が設定できるものなんで、うん、瞬間的に変わっちゃうんで、うん、人間がやるんじゃなくて私はそれをオートマチック、うん、AI を使った自動トレードをおすすめしてます、うん、そうするともう手離れがすごくいいし、うん、FX よりも確実性が高いし、なぜかというと、うん、取引所のレートでやってるわけだから保証されてますよね、ある一定の時間はね、発表はして、うん、そうそう、ある一定の時間の中で、うん、ちゃんとデータを抽出できれば、うん、もう見えるんですよ。だから 今月は 20% でいいやと思ったら 20% 設定をしておけば 20% の利益は取れるんです、うん、でさらにですね、うん、ここがさらに今ちょっと2段上がったんですけれども、うんうん、これここはホットフォーリンエクスチェンジの通販の、うん、通常の FX と同じような感じなんですけれども、うんうん、韓国うん、っていうのはビットコインが値段が日本よりも高いんですね、うんうん、おー、はいはい、韓国は日本の取引所もおしなべて、うんうん、日本の取引所でビットコインを、うん、売るよりも韓国で売った方が高く売れるんです、うんうん、おまけに、うん、韓国で売った場合、うん、ボンですよね、うん、ボンですよ、ね、ボンっていうことは日本円じゃないですよね、うん、はい、ウォンと日本の力関係ってどうですか、うん、日本の方が強いですよね。強いですよね、はい、ということはここでまた稼げるんです。え、どうやってビットコインを韓国の FX の取引、うんうん、ってね、仮想通貨の取引所に移動しますよね、はい、でそこでウォンに変えて引き出しますよね。あ、え、あ、もう何、あ、ウォンって、あ、一回向こうでビットコインにをウォンに、あの、現金ですよね、その取引所で、あの、現金にするわけですよ。ウォンに変えるわけですよ、ね。リアルマネーにするわけです。ウォン建てにするわけですよ、はい、で。その時点で、うん、もうビットコインの量は増えてるわけですよ、まずね。はいはい、うん、で。さらにそれをキャッシュにした時点で、うん、ウォンと日本の、うん、我々が日本人であり、うん、出した取引所の先がウォンであるっていうところで、うん、フォーリンエクスチェンジのリアルマネーの利ざやがまた出せるんですよ。うん、おー、そうなんですか。そこら辺のイメージがわからないんですけど、例えばどういう風な感じなんですか。で今のおさらいになるんですけれども、うんうん、まあ、ビットコインっていうのをやりますよね、うんうん、でビットコインをリップルに変える、うん、でリップルとビットコインっていうことは物が違うんですけど、うんうん、評価としてはビットコインとリップルっていうのは、うんうんうん、あ、価格が違うもんで、ね、うん、はいはい、まずその次の取引所ありきなんですけど、うんうん、次の取引所ではリップルを高く、より高く買ってくるっていうことで、まず一つの取引所を移しますよね、うん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 、まあ単純に一つだけ取引で動かす形にしますけど、うん、で次にそのリップルっていうところを売った時にビットコインにしておくわけですね、うんうん、でビットコインにしたの、ここまでは日本の取引でだったとします、うんうん、じゃあビットコインを現金にしようと、うんうん、キャッシュにして引き出そうとした時に、
まあ、ここからの方法が、その例えばこの前言ったイランのようなビットコインの価値が高い国をたくさん選ぶんですけども、うん、まあ、今身近なところで言うと韓国、うん、で韓国で引き出しさえすれば現金ですよ、うん、国が保護している法定通貨、うんうん、ね、韓国の中の法定通貨であるウォンっていうところで現金で引き出すことができるんですね、うんうん、つまりでその時点でもう円換算したら日本円で最初1ビットを70万円で買ったものが90万円ぐらいになってたわけですね。つまり、日本円で1ビット仮にですよ、70万としますよね、今だいたい現行そうなんで、それを韓国のその、コインの取引所に、まず、1ビットで入れますよね、うん、自分のお財布に、うん、でそこで今度は1ビットをウォンに変えるわけですよね、うん、するとどうなるんですか、何ウォンぐらいになる。いや、それはまあ相場によりますけども、だから日本円で70万円だったら、日本円で仮に90万円ぐらいでビットコインを引き出すわけですね。ただ韓国で引き出した場合は円にはならないんで、うんうんうん、ウォンになってるわけですね、はいはい、いや、それは分かるんですけども、うん、ということはあれですか、じゃあ日本で例えば仮に70万円でやってたら、向こうに1ビット送って、それで1ビットでウォンに変えると90万円ぐらいの価値のあるウォンがいただけるってことですか。真ん中はしょってました。そこアビトラージしてないじゃないですか。ああ、アビトラージってのはまだ分かってないんで、アビトラージっていうのは取引所を変えることによって取引所ごとに違うレートを使ってビットコインの価値を雪だるまみたいな周りにこう雪をこんがらがって、つまり日本で70万で買ったビットコイン1ビットを韓国のその取引所のウォレットに自分でまず入れますよね。それはね、じゃあ加川さんはもうアビトラージじゃなくなってます。あ、自分から自分じゃなくて一回取引所に入れて全部自分でやるんですよ。全部自分でやらなければ、うんうんうん、まあやらなくても誰かに手伝ってもらえるんですけど、うんうんうん、そうするとややこしくなってね、うんうん、ただ今のはただの送金ですよね。はい、はい、そうなっちゃう。それでも儲かります、うん、それでも、うん、なぜかっていうと、うん、日本とビットコインの評価が韓国との取引所で違うから儲かります、うんうん、ただアントラージはもう香川さんの頭の中ではもうその真ん中がすっぽ抜けちゃって、分かってない、まだ量が増えてないんですよ、うんうんうん、1ビットは1ビットのまんまじゃないですか、うん、そうそうです。だけど私が言ってるその真ん中のアントラージで見てもらうと、うんうん、1ビットを韓国の方に1ビットしか買ってないですよね、うんうん、だけど韓国の口座に移した時には真ん中で増えてるから 1.3 ビットとかになってるわけです。え、それはちょっとわかんないですか。それがアービトラージなんですよ。はい、はい、いろんなコインを、うん、コインを取引所を変えながら、はい、変えて最終的に元に戻したビットコインっていうのに付録がついてるわけですね、うん、それは何でつくんですか。それが取引所ごとにレートが違うんで、うん、それを可能にしてるのがアービトラージっていう取引なんです、うんうん、それはまあ分かったんですけども、例えば1ビットを向こうの韓国に仮に入れて、はい、うん、やっぱり1ビットじゃないんですか。1ビット入れたら1ビットですよ。そうですよね。それは鉄 1g と、はい、また 1g の話 で、ね、だからそのアビトラージって意味が分かんない。アビトラージっていうのは、うん、どういうことをやってその 1.3 ビットになるか、うん、アビトラージっていうのはコインを取引所ごとに価格が違うっていうことを利用してるんですよ。だから、うん、その人によって価値観違うじゃないですか、うん、人間もそうですよね、全部価値観が違うんですけれども、うん、そのアビトラージっていうのは、うん、その取引所ごとにビットコインの評価額が違うっていうのを利用してるんです、うん、だからそれは分かるんですけども、例えば1ビットは1ビット入れたって1ビットにしかならないじゃない、1ビットなわけじゃないですか、向こうでの評価は、うんうん、はい、だからそこでそこの 1.3 ビットにするにはどういうやり方があるのかが、そのアビトラージっていうのが意味が分かんない。それはその1ビットを移動してるだけだったら手数料も引かれますから、うん、はい、確実に減っちゃうよね。そうです、減ってるんですけども、うん、そこでビットコインをビットコインで移すんじゃなくて、うん、ビットコインを違うコインに取り替えるんです。その先に違う取引所でさらに率のいいコインに変えてるんで、そのコインが
もともとのビットコインとの力関係の中でビットコインの量が増えるんじゃなくて、うん、そのコインにしたことによって増えたのをまたビットコインに変えるから増えるってことなんですね。その時にビットコインに変え換算すると元の額よりも増えてるっていう、まあ増えてるから取引するわけだしね。それを増やすっていう作業がアービトラージなんです、うんうん、ああなるほど、わかりました。つまりビットコインをビットコインで送るんじゃなくて、ビットコインを向こうの取引所で例えばイーサリアムとかそういうものに変えて買って、それで自分のところでまずウォレットを作って、そこからまた別のところ行ってって、それをこう繰り返してどんどん増やしていくって洗浄するんじゃないですよ、マネーロンダリングじゃないですよ、全然合法みたいなのを作るわけですよ。合法なんですけど、要するにその自分のアカウント、うん、自分の信用取引、うん、信用の中で、うん、口座の中で、うん、まあ、そういう複数の口座を、うん、手間はかかります。手間と情報量はすごく大事なんですけども、うん、ただ賭けじゃないですよね、うん、だってもうレートさっき言われたように、はい、ある一定だからまあいくつかの 何十種類かの取引所に自分がアカウント持ってて、 そのレート見ながら、あ、ここでこれ買えばいいやってこういうことですよね。でさらに、うん、私さっきややこしいこと言っちゃったのは、うん、韓国に行くと、うん、その法定通貨のメリットも受けられるんで、うんうん、さらにそこで実際の FX、うん、ホリエクスチェンジの差益が出ますよっていうことを伝えたんです。ただ僕 FX よくやってないんでわかんないですけども、うんうん、例えば韓国のウォンに変えても、その日本では貯金できないですよね。ウォンを貯金すること自体は、そうですね、今でウォン貯金ってのはあるかもしれないですけど、はい、となるとやっぱり韓国の銀行を開催するしかないわけじゃないですか。韓国の銀行を開催しないでもいい方法があります、うん、それはデイビットカードを使って、おまあ、そこら辺はね、またご興味がある方、うん、ちょっと今本当に一気に短い時間で上級まで行っちゃったんで、うん、決してあの香川さんだけじゃないと思います、うん、みんなもうアービトラージって何っていうところだけ話してくれればよかったのに、うんうん、あいつ余計なこと言いかなかったと思ってるかもしれないですけど、ごめんなさい、なるべくみんなに稼いでもらいたいからちょっと公開しちゃったんで、いやでも余計分かりにくかった、分かりました、分かりましたつまりあのいろいろなコインにこう変えてどんどん変えてって最終的にビットコインに戻ってきた時に増えてれば、それがアビトラージってこと。そうですね。そして最後に、例えば有益な日本通貨じゃなくても韓国のウォンでもどこの外貨でも、例えば対日本の金額がいいものに変えればいいってこと。さらにね、はい、そうそうそう、それが FX だよ。あ、なるほど。それが私が、うん、まあ、まあ面白いだろうって言われたら、うんうん、おすすめしてる。でもそれって逆に言えば1日であっという間にお金ができちゃうってことですよね。わかっちゃいます。だってそうですよ、あのコンピューターでやればどこの国だって行けちゃうんで、まあ、あの禁止するとこは別ですけど、フランスだろうがイギリスだろうがロシアだろうがアメリカだろうがスパッと飛んじゃう。そうだろうと思いますよね、うん、だからただ問題なのはやっぱりその二束三文とか五分五厘とかの話をしてるんじゃないってことですよ。やっぱり10万円とかの話をしてるから、ついた時に10万円で1万円ついたら嬉しいよねっていう話なんですよ。5000だと嬉しいですよね、10万円で5000円ついたってね、うん、いやもう日本でだって貯金したらだってそんなに全然つかないんで。そうそうそう、だからまあ例えば私なんかやってるのでは1日の日利が 0.3% だから熱利で言うと 10% っていうところで設定しておいて、まあ、無理ないようにやっていいよっていう形で指示をしておくと入ってきてるってことですね、はい、それは人間に指示をするんですか。いや違います、自動マシンです、システムです。そのマシンってのはどうやって借りるんですか、買うんですか。利用させてもらうんで利用料はいりますけど、うん、まあそれはもう今世の中にあまた数ありますんで、うん、もうそれをちゃんと正しい情報を取っていただければ、うん、きちんとその成果を出せる、うん、もうそれはたくさんありますから、はい、それは藤枝さん推薦のそういうのっていうのは、まあ、お持ちもあります。トークできるんですか。まあ、できます、できます。ご紹介することはできます。まあ、ただ私その会社の人間じゃないです、私も利用者なんで、うん、まあ、やっぱりそこはね、まあ、これは有望ですよぐらいの、これとこれ使ってますよっていう言い方になるし、まあ、使ってるじゃなくてもおすすめですよぐらいの、そうですね、うん、そういうことは言います。そうですね、いやそろそろ今日はそのね、藤枝さんに美味しいアビトラージの、いやいや理解できなかったな、やっとわかりました。なんていうの、全然そのアビトラージ儲かるよとか言われてても全然何言ってんだか分かんなくて、おーって聞いてただけなんですけど、まあね、ここにまあ、四角が3つ4つ並べて、うん、こういう感じで書ければね、まあだからさっきも僕が勘違いしてたように、うん、その
ビットコインで入れてビットコインでねお金になるのかなと思った。おかしいな、リスがつかなって思ってたんですけど、そうじゃなくて、ビットコインの量が変わってるんじゃなくて、うん、はいはい、ビットコイン換算するとってことだね。ビットコインに換算するまでに、はい、他の部分、はい、他のコインで全体の量を、要するに寄り道していくわけです。そうだ、量を増やしてっていうことです、はい、それが大事。はい、今日は藤枝貞治さんをお迎えして、ビットコインに関わるアビトラージについてお話をいただきました。では今日はこれで、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。会いたくて切ないよ。